南三条西十一丁目付近北海道札幌萌岩高等学校付近石山通りは札幌市中央区から南区に至る都市計画道路区間により北海道道452号下市島札幌線国道230号になる石山通は1870年に東本願寺の僧たちが1年半で開作した本願寺道路が前身になっている 現在のルートになったのは1875年になってからであり、トンデン兵が山原に入植することにより、中台本部と札幌本府を結ぶ道路として整備した。名称の通り石に関わりがあり、1872年から高石山、1875年から南石山で採石が始まり、開拓市の匿名による直線の馬車道を整備した。この頃から、 石山の地名が使用され始め、1910年の札幌石材馬車鉄道開業を契機に石山2の名が広まっていった。北海道道452号下市と札幌線区間は北海道大学や北海道大学北方生物圏、フィールド科学センター高知県、ステーション植物園の西側を通り、沿道には市立札幌病院、 札幌市立大学草園キャンパスが立地している。なお、北八条通りとの交差点付近では、北区を通過する。国道230号区間は、道央と道南を結ぶ幹線道路であり、沿道には商業系の店舗が連帯している。また、中央区には、中央区役所や札幌市消防局、北海学園大学山花キャンパス、陸上自衛隊札幌駐屯地、 南警察署などが立地し、南一条西十丁目と南二十一条西十一丁目の交差点で、札幌市電が横断する。南区には、イオン、札幌モイ店、アパホテルリゾート札幌、春岡井札幌南病院、アクロスプラザ、札幌南、富士野公園などが立地している。ありがとうございます。